はい、皆さんこんばんは。こんばんは。イエーイ。第205回どんどん夢叶うメディカスでございます。嬉しいね。はい。もう嬉しさにじみ出てるから。やっとね。イエーイもできたしね、最初のね。そうですね。本日のゲストでございます。もうね、メディカツ、もう 初期の頃から、ずっとね、見ていただいて、コメントもしてくれて、はい、ずっとね、メディカツを応援してくださってた方なんですけども、フードセラピスト、栄養士の、かいさとみさんでーす。こんにちは。皆さん、パフパフパフ。かいです。よろしくお願いします。かいさん、本当ね、大分からね、はい、このメディカツのためにありがとうございます。こちらこそありがとうございます。メディカツのために来たの？いや、お仕事です。お仕事で、ね、ちゃんと仕事です。お仕事があるからね、はい、本当。あ、続々とね、今日はね、来てくださいましたよ。ありがとうございます。まずね、カネックね、来てくださいました。カネックありがとう。ありがとうございます。それから札幌からね、小鉢、ありがとうございます。小鉢さん、ありがとうございます。もうしかし、この間でも小鉢とね、そうですね、あの、サトピオクッキー教室、ん？違う、あれドーナツか。ドーナツの時ですね。あの時にお会いしましたけどね、はい、本当に久しぶりに会いました。ありがとうございます。安藤さんね、ニーズマ安藤さん、ありがとうございます。安藤さん、ありがとうございます。ニーズマ安藤さん、ありがとう。名古屋から箱崎さん、ありがとうございます。ありがとうございます、加納さん。ね、千葉で、小児科といったらこの方でしょう。ね、鳥海さん、はい、ありがとうございます。かよこ先生、ありがとうございます。ね、ご夫婦でね、やってらっしゃるね、小児科を、本当。本も出しましてね、素晴らしいですよ、ね、鳥海先生ありがとう。実動さん、ね、実動さん本当にね、最近私も一緒にセミナーとかね、実動さんと一緒に出たりしてるんですけど、本当にね、実動さんの、ね、発言ってね、論理的でね、相手を説得するだけのものを持ってる、素晴らしいんですよね。実動さんありがとう。いつもありがとうございます。あ、そうなの。これ小鼻で話題になったテーブル花がある。これです。皆さんこれ見てくださいよ。これね、ちょっと今ね、特別にお見せしますから。すごいでしょこれ。あ、それこっち持ってくれよ。そう、これをよいしょ、見えるかな。これちょっと皆さん見て、これ見えますか、この花は。ね、見えますか。なんかすごいんですけど。仕事応援フォトグラファー母ちゃん祝メディカスご出演かいさとみ。これですよ、花は。卓上花。これ面白いよね。母ちゃんさんがやりそうだよね、これ本当。華やかでいいですよこれね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそこ置いといてください。はい。はい、ということでね、はい、今日は、ギャラリーに応援の、はい、この方が来ております。この方が来てます。姉です。です。ネット上のお姉さんね。そうです、そうです。母ちゃんさんでーす。姉です。フォトグラファーカージさん、ね、はい、ドイツに、ドイツで修行を積んだの、はい、自称ドイツ人です。はい、ということでね。このぐらいにしておきましょう。カージさんがね、カージさん送ってくれたのね、これね。そうなんです。僕ね、今日ね、いきなりあの宅急便が来てね、有限会社水越カイサトミ様って書いてあるからね。と思ってしたら、母ちゃんさんがね、この花輪をね、送ってくれたということでね、本当に優しいね、はい。ありがとうございます、本当に。ということで、あ、ね、すごいな、今日たくさん来てるじゃないですか。ありがとうございます。あ、西さんね、西ひろこさんね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。西さんって言ったら小顔？小顔。ね、そうです。やってもらったんじゃなかった？いや、私じゃないですよ。誰だっけ？たまみ先生です。あ、たまみ先生か。ね、西さん、ありがとう。アミロさんね、ともこさんありがとう。こんばんは。ありがとうございます。この前ありがとうございました。あ、来てくれたんだ、あのクッキー。クッキー、はい、クッキー教室皆さん行ってますよ、続々と。何しろね、僕も行って、あの、感激しまして、あの、カイさんのクッキー教室、はい、渋谷でダブルトールカフェでね、はい、今毎月やってますよね。そうですね、はいはい、なんと今日はそのクッキーが愛のついた大賞だ、はい、ということで、はい、用意してますよ、皆さん。気張ってツイートしてよ。ほら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 、クッキーあるよ。美味しそう。それと今日焼いてきました。あとね、フードセラピストで栄養士であるカイさんが、はい、60分のスカイプ通常500万です。これをね、ない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 、無料プレゼント2名の方にね、
このスカイプどういうこと、何でもいいの、食に関すること聞いてもらったら何でも答えてくれるの、例えば、お子さんがいてとかね、全然、あの何でも何でも、あと検査データも見れるので、検査データを教えて、あの教えて会社に教えてくれればそれを分析して、それを、はい、これはいいね、話ができます、はい、そういうスカイプコンサルね、これスカイプできないとできませんけどね、はい、スカイプで2名の方に、はい、このクッキーをつけて2名の方にプレゼントしたいと思いますので、ね、はい、ぜひね皆さん気張ってツイートしてくださいよ、はい、お願いします、ね、はい、ね、ほんとたくさんの人が来てね、あ、上野さんありがとう、上野さんありがとうございます、俳句 TV の上野孝子さん、僕昨日もねご一緒させていただきましたけどもね、昨日はあのここのメディカスにも出られた、フリーアナウンサーのね、はい、福島じゃない福光恵子さん、福光さん、の、はい、あの和みの会っていうのを出させてもらったんですけどね、はい、もうそこにね自分 TV やってらっしゃる方も2人もいてね、沖本か、瑠璃子さんとね、はい、上野、孝子さんがいてくれて本当嬉しかったですよね、あ、小鉢は鼻はナイス、手配ナイス、ナイス、カネックもいいですねって言ってます。これ面白い。これねプレゼントするといいよね、これ。すごい。うん、なんか普通にかさばないし、こうかさばないからちょうどいいし。ね。うん、終わった後は、トイレとかにね置いて。トイレ置き。トイレに置くなみたいな。トイレは置きません。ね、ちょっと受けたかな。やや受けみたいなね。伊豆さん、褒めていていただいてありがとうございます、照れてしまいました、いやほんと、うん、あの多分ねみんなそう思ってると思うよ、うん、自信持ってくださいね、うん、サリーちゃん来た、あ、サリーさん、今どこだ、フィリピン、フィリピンです、ね、メディカス出演おめでとうございますということで、ね、ありがとうございます、ハッピエクには出たことあるのはないですね、これからだハッピエク、うん、まだです、ね、はい、ハッピエクに出て、ね、ありがとうございます、うん、サリーちゃんねブログありがとうございます、記事ね、メディカスレジェンド200回のことをね、はい、書いてくださいまして、もう本当嬉しい、あれを見てねまた僕ね感動が蘇ってきまして、皆さんのサプライズ、うん、ね、本当あの真っ赤清美さん200回、うん、まさか来ないと思った方に来ていただいてね、うん、それみんなが計画してくれて、また翌日 YouTube のねスタジオに連れてってくれるというね、本当ね、プチ人間不信になりましたけどねそのぐらいでも嬉しかったやっぱりね、サプライズをねしてもらえるっていう幸せ、そうですね、もうほんとね、はい、あの僕ねあんまりこの昔はね、はい、人とこう関わったりするのあんまり好きじゃなくて、うん、お世話になるってことはあんまり好きじゃなかったんですよ、っていうことはあのいや そこまでずっと申し訳ないっていう思いもあるし、あんまりそういうの好きじゃなかったんですけども、ある時に先輩からね、お前そうやって逃げてちゃダメだ、お前卑怯だと、うん、人は生きていく中でね、うん、お世話にならないことは絶対ないんだから、うん、でお世話してもらったら、うん、今度はそれを返せばいいんだから、うん、ね、だからそんな逃げてちゃダメだよって言われて、もうそれからね本当いろんな方からもうお世話になって、で今度はこちらからね、うん、お世話を返してあげるということをね、うん、繰り返す人生それからなってきましたけど、で今回もね、うん、僕にサプライズをくれた皆様に何かですね、はい、お返しができないかということ、はい、まあこれ今度ブログに書きますけれども、メディカツ200回のレジェンドをこの間ね、まあ海さんも来てくださいました、はい、川瀬さんも来てくださいました、青山、早満でね100名以上の方に集まっていただきまして200回をお祝いしてくれました、はい、その時にねもうね本当にありがたい、本当にありがたい、でこうやって来てくれた人たち何をどうやって返せばいいのかっていろいろ考えて、それを僕はもう心の中で決めましてね、今度ブログに書かせていただきますからね、本当ありがたい、本当その感謝の言葉、本当それだけですね、ありがたい、まあ私のことはあんまりねベラベラ述べてもしょうがないですね、今日サトもう、あ、地蔵さん、サトビオクッキーワークショップのリンク貼ってくれました、ありがとう、ありがとうございます、ね、カージさん、クッキー教室大人気ですね、直球来たよ直球、鳥海さん、サトビオクッキー欲しい、うまいな、もうさ慣れてますね、愛のツイート対象候補ね、そうそう、通常500万円のコンサルが無料ですからこれ以上太っ腹はないでしょう、ね、面白すぎる、あ、箱崎さんがね、カイさん渋谷でのコラボイベントありがとうございました、あ、こちらこそありがとうございました、箱崎さんと初のコラボイベント、そうですそうです、あれはどういうあれだったっけ、真っ赤井清美さんの、うん、
番組で、うん、カノンさんが、うん、サトビオさんとコラボをしたいと何回かつぶやいたんです。ネット上で。ネット上で。うんうん、で、あ、じゃあやりますかみたいな話になって、うん、番組が終わる前にもう全部決まってしまって。素晴らしいね。そして、まあ、スカイプで30分あと話して打ち合わせをしてんで、もう何もあとは何もしなくてすぐ決まったんです。決まっちゃう、うん、それで、渋谷のダブルトールカフェで、はい、箱崎さんが、そうです、なんだっけあれ、足もみ何リフレクソロジー、足もするんですけど、うん、ヘッドスパ 頭とあとハンドマッサージ。すいませんね、箱崎さんよく知らないでね。あ、そういうのやってんだ。はい、それで、すっきりしたところで、そうです。サトビオのクッキーを。その時に、クッキーと焼き ドーナツをセットにして出す。天国ですね。はい。これまたやってほしいね、ぜひね。今度名古屋行ってやればいいんじゃないの。そうですね。ね、うん、僕も秋頃ね、今度箱崎さんにまた、主催してもらって、自分 TV セミナーやりたいなと思うんだけどね。うん、コラボ、やっぱこれからコラボですよ、コラボ。あ、安藤さんね、サトピオクッキー&ドーナツ本当に美味しいですよね。ありがとうございます。本当美味しいのよ、本当。もう声を大にして言いたい。ありがとうございます。美味しい、本当。はい、ありがとうございます。カージさんね、ハッピーエクまで出てなかったんだ、意外。そうなんです、ね、はい。メディカスも初めてだから、ね、そうですね。本当、はい、ありがとうございます。あ、ミキさんね、ありがとう。あ、ミキさんだ、安藤さんのご主人様ね、ありがとうございます。クッキーもドーナツも美味しかったです、感謝します、ありがとうございます。ありがとうございます。神戸、さんだ、いつもね、あのミキさんね、僕のメディア王、メディア王、うん、で、カイさんもね、はい、水越丼、そうです、あれいつか、あ、なんだっけ、あれ、あれ、ユースト界の丼、そうです。あの水越丼って私が一人で勝手に言ってるんですけど、そうそう、もう今普通になったけど、最初からだからユースト界の丼って言ってたんだよね。だから俺、そうそう、それやめてくれと、そうそうそう、勘弁してください、そうそうそう、いやそんなことありません、ユースト界の丼ってもう言い切ってくれました。もうそれから水越丼になって、そうなんです、面白い、ね、ユースト界の丼になってほしいということで、私も水越丼って、ね、もうそういう人が言ってくれるっていうことがありがたい、言ってます、ね、神戸さんありがとう、うん、ね、メディカスおめでとうございます。いつもね、カエさんとカミ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 って言ってるよね。神々、今日はそちらの方ここに来てますからね、神さん、カミカミです。あ、カエちゃんね、水越さんの恩返しに来たい。もう実蔵さんどんどんリンク貼ってくれてありがたいね、うん、ありがとうございます。サリさん、いつも私はカエさんにサプライズプレゼントをもらっているんです。そうなんだ、そうですね、ちょっとしたものを私いつも、うん、どなたかにいつもこっちに来るときに何か、ね、うん、うん、面白いものがあれば、うん、あげてるの、そうですいいね、それも何も言わず、それもサプライズ、何も言わず、サプライズは嬉しいよね、はい、母ちゃんさん、花輪粋ですねって言ってるよ、うん、サリーさんが、ね。三浦さんがね、さとみさん、はい、私ともいつかコラボしてください。あ、全然いいでしょう、いいじゃないですか、はい、もう決めちゃいましょうよ、コラボ、進めましょう、もうカイさんは本当素晴らしいからね、うん、カイさん、メディカツ以前出たじゃないですか、僕の回のオープニング僕ら目立ってましたよ。そうかな、そう、応援席にいました。あ、応援席でもなんとか来てるよね、3回ぐらい来てますね、来てるよね、はい、そう、実蔵さんね、これからコラボでお互いを高め合う、生かす人の時代です。本当だ。ね、水越丼の由来。なるほどね。エスト街のと水越。ということで、ね、今日はね、はい、カイさんに来ていただきましたけども、はい、大分、ね、フードセラピスト、栄養士のカイさんです。はい、で、私がメディカス始めた頃から、カイさんね、はい、まあ、ハイピーエッグも、ね、コメントしてくれたし、はい、私のね、この、はい、メディカスにも本当にたくさんコメントをくださって、その頃はね、イオタイさんっていうね、ID だったんだよね。そうです、イオタイ、あれイオタイってのはどういうとこから来てるの。イオタイは、甥っ子が2人いるんですけど、うん、弟の子供が、うん、イオリとタイガなので、名前がね、名前がですね、イオリとタイガ、うん、で、イオタイ、イオタイ、それはわからないね、大分から来てるのかとばっかり思ってたけどね。なるほどね、そうなんです、そうなんです。で、まあ、大分にお住まいということで、はい、出身ずっと大分
大分ですね。ずっと、はい、で今日はね、私もあの甲斐さんが書いたブログ読まさせていただきましたけども、はいはい、おばあちゃん子だったんだ。そうなんです。ねえ。はい。であの甲斐さんのところは農業？兼業農家ですね。父が市役所に出ていて、うん、でその合間を見つけて、うん、まあ朝早く父が起きて、うん、まあ畑とかの全部管理をしながら、でまた仕事に出かけて、うん、でまた夕方帰って作業するっていう兼業農家。それはそのお父さんの前からだったの？父のね、うん、まあそうですね、前からですね、うん、それはずっとしていて、あのおじいちゃんが石屋だったんですよ、うんうんうん、石を切り出していろんなものを作る人で、うんうん、そういうことをしながらやっぱりあのまあ酪農したりとか、うん、牛を飼ったりとか、うん、あとお米作ったりとか、うん、やっぱりそうですね、やってました。でそこはまあお父さんが継いだみたいな、うん、まあそうですね、三男なんですけど。ああそうなんだ、お父さん。そうなんです、三男なんですけど、和歌山に、まあ仕事で行っていて、父帰得すぐ帰れっていう電報が来て、うん、帰ると、じいちゃんは、じいちゃんはきょとんとしていたという。なんで？元気だったんです。ああ、それはなんかその継がせるために言うんだ。そうなんです、そうなんです。なるほど。でお前家を継いでほしいということ。なるほど、三男でね。三男なんですけどね。うちの父もね、三男で、あ、そうなんですね。で、うちのおじいさんがやってた印刷を継いだんですよ、うんうん、まあ長男次男と別のね仕事を、はい、そうです。まあ、そういうことがね、うんですね、うん、まあ、だからなんかやっぱそういうご使命があったんでしょうね、はい、名前が守るっていうんですよ。あ、だから家を守れっていう、ね、そういう感じから来るからねそういうのってあると思うよ。そうかもしれない ね、うん、でまあそこで、まあ、甲斐さん生まれて、はい、でもまあ小さい頃からやっぱり忙しいから、お父さんもお母さんも一緒に農業やったりしてたから。だってお母さんなんかもうその生まれる前日まで働いてみたいな。そうなんです、ずっと稲刈りをやっていて、で生まれる日ですよ、生まれる日もずっとやっていて、で産気づいて産んだみたいな感じ。甲斐さんは長女？私長女なんです。じゃあ初めてのお子さんだったの？まあ私の上に死産の子が一人いて、うん、なるほど。でまあね、以前はそういうこともね多かった。僕もね実は本当だったらお兄さんがいるはずだったんだよね、うん、まあそういうことはありますよね。そうですね、うん、で3人兄弟の一番上です。で真ん中が弟で、ね、下が妹です。まあ、感じだよね。でもね、そうですか、うん、私妹がいるんですけど、妹の方がしっかりしてますよ。私しっかりしてない。甲斐さんの妹って誰か会ったことあるの？周り。あ、多分ないですね。会ったことないもんね、うん、ないと思います、うん、もう嫁に行ってるんで。母ちゃんさんのお姉さんはね会ったことある。あ、妹か。あ、本当に妹なんでしょ、あれ。あ、双子の妹ですか。本当に双子なんだよね。うん、そうです。まあ別に嘘ついてもしょうがない。本当に似てんだもん。あ、それで、はい、まあそれで小さい頃ね、お父さんとお母さん忙しくて、やっぱなんか寂しい思いをしたとか。そうですね。でその時に、ね、おばあちゃんが。あ、そうです。もうずっと父方のばあちゃんと一緒に暮らしていて、うんうん、だから 6人家族ですね。ああ、なるほどね。6人でいて、まあその前にはおじいちゃんが早く死んだんですよ、うん、私が生まれる前に死んだから、うん、結局父が全部を背負う形になってしまって、ね、だから親戚がおばさんとかいるんですけど、うんうん、結局4人うちの父が嫁に出したという、うん、なるほどね、父代わり、うんうん、だからもうそれがずっと続いてるので、結局家の中の自分たちのことではなくって結局そのまあおばさんたちのいろんなことを家に持ってくるじゃないですか、うん、どうしても、うん、父代わりなので、うん、そっちだから、うん、まあ
自分の家族よりもそっちを優先するんですね、うちの、あの父の場合。あ、どうしてもしょうがないんですけど。しょうがないよね。だからやっぱりあの、まあ、全然見れてないというか、うんうんうん、その割にはあの子供のことはちゃんと。厳しかったんでしょ、だってお父さん。すごく厳しいですよ。でも手は挙げないの？いや、挙げます。え、気が短いです。本当？そうです、相当やられました。パバーンと早いですよ。え、女の子でも何も言わなくって物が飛んでくる。うわー、そんな人で厳しいわ。そうなんです。じゃあお母さんも大変だったろうね。う、亭主関白なんだね。じゃあそうなんです。まあ昔の人はそういう人が多かったよね。九州男児なので。九州男児、そうなんです、ね。だからまあ割とそういうあれ、家庭に育つとそのお父さんにこう甘えられないとかね。甘えたことはないですね。そうね。まあでもね、その特にそれでおばあさんも一緒でしょ、おばあちゃんもね、はいはい、今はねやっぱりそういう家庭少なくなってきてるけどね、はい、各家族になってるから ね、うん、だからおばあさんいくつで亡くなられたんでしょう。おばあちゃんは83でした。83でもう家でずっとなのでね、入院とかされなかった。あの入院が一番嫌いで、医者嫌いだったんですよ。だから結局あの往診に来てもらって。結構頑固な、明治生まれの人なので。でもお父さんとなんかそこら辺通じてるよね。そうなんですよく似てます。あ、はい、なのでやっぱり、うん、そういう感じになります、ね、結構だからそういうおばあさんはもうね最後の方になってくることは、まあ、お母さんとか、うん、かえさんもいろいろお世話をされてる、うん、そうですね。それもあるし、うん、うちの場合はあのおばあちゃんがどこかに行く、例えば外食したいと思ってもおばあちゃんが行くって言ったら行くんですけど、行かないって言ったら行かないんです。うーん、そういう家庭でした。うん、うん、だからおばあちゃん力のいろんなことなので、おばあちゃんも中心みたいなね。はい、そうですね。でもカエさんがそう、カエさん自身は、はい、その例えば、まあ、そういう家庭でね、はい、まあ、お父さんお母さん忙しいけど、まあ、おばあちゃんの愛情に育てられて、うん、どんな感じのお子さんだったの？どうですかね。結構おとなしいよ。いや、わんぱくです。相当わんぱくで、2歳ぐらいの時に親がよく言ってたのは、全然じっとしない。いつもなんか走り回っている。あ、そうだったの。うん、で、やっぱりあの兄弟が生まれてからちょっと変わったみたいですけど、妹とか弟が弟がいてからやっぱお姉ちゃんっていうのがあったので、ね、うん、例えば中学校とかここってなんかクラブ活動とかやってたの？中学は、なんだっけな、中学は合唱部でした。歌好きなの？あ、そういえば、はい、あのこの間、はい、何ですか、カラオケ？あ、行ったんです。あ、カイさんの歌って聞いたことある人いないの？佐々木さんと、うん、この前言った佐々木さんと、これだね、あの水ヶ島に出た特攻隊の社長の佐々木さんとカラオケ行ったんでしょ、はい、関野さん何歌ったの？何歌ったの？だって合唱部だったんでしょ？あ、昔ですね、うん、じゃあ歌う得意なんじゃないの？得意というか、その、本当は、うちの父がすごく上手い人で、民謡を小学校の時からずっと一緒にやってた。一緒って誰と？父と一緒で。誰が？私がずっとやっていて。そうなんです。今も全く歌いません。歌わないんです。じゃあカラオケ何歌ったの？何歌ったかな？あ、花水木を歌いましたよ。ちょっとごめん、花水木ってどういう歌だっけ？どんなんだっけ？なんだっけ？花水木ってどういう歌だっけ？人と世の歌です。出てこない。花水木を思い出そうとするとなぜかあの涙そうそうの方が出てきてしまう。そういうの、まあ、それ歌ったのね。そうですね、はい、歌は好きなんだね。じゃあ歌はあの好きだったんですけど、うん、結局、民謡をやってた時に小学校6年の時に変声期になったんですよ、うん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 、そしたら民謡って高いキーが あるんですけど全然歌えなくなったんですよ。でなんかその県予選みたいなとこまでは行ったんですけど、結局あのもう変声期になってしまって下の音しか出ないから、うんうん、結局歌えないんですよね、うんうん、
それからやめました。トラウマになっちゃうのか。それトラウマになりますね。本当でもうまいんだろうな、歌声聞きたいな。いや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 、いいです、いいです。すっぱり引退とは言ってるんだけど、今日すごいんだけどコメント今日。あ、なんか今日すごい、ね、すごいんです。ありがとうございます。何ですか。これサリーちゃんわかんない、何これ。ヤバスコ、ヤバスコって何。ヤバスコって、サリーさん辛いものが好きなんですよ。タバスコとか彼女そういうものが好きなので。サリーちゃん辛いの好きなんだ、うん、辛いのが好きなので、大分にヤバケイっていうとこがあるんですけど、そこで作ったタバスコをこの前あのサプライズでプレゼントした。辛いの、すごく辛いんですけど、それがヤバスコ。ヤバウマでしたよって言ってるサリーちゃん。ありがとう。やばいな。このみちゃんありがとう。あ、カイサトミさんだ。アメリカでは一番有名なんじゃないですか。いやいやいや、そうでしょう。有名じゃないです。有名ですね。ありがとう。それは違うかもしれない。あ、箱崎さんのお父さんって大分出身、知ってた。あの言ってましたね。この前言われてました。ね、あ、サリーさん、はい、ハペイグでも一番有名です。ありがとうございます。あ、実蔵さんがね、ありがとうございます、リンクをね。ありがとうございます。既得でするとは。確かにね。そうなんです。あ、キヨフさんだ。あ、マッカイキヨフさん出た。ありがとうございます。ね、ジョー、ユースト界のジョー。ね、ありがとうございます、キヨフさん。さとみさん頑張って、ということでね。キヨフさんありがとう。はい、サプライズ本当ありがとうございました。これ改めてご礼申し上げます。本当ありがとうございます。あ、キヨネーだ。キヨネーありがとう。サトちゃん誕生日はありですね。 iPhone でツイートできなくて慌ててパソコン開きました。 ありがとうございます。サトピヨピヨ。あ、F シャープファクトリーも出てねって言ってるよ。あ、ありがとうございます。ぜひね、あのキヨネーよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。キヨネー最近ちょっと会ってないんじゃないこれね。寂しいな、なんかね。うん。箱崎さん、家の父も気が短かった。やっぱ九州男児なんだね。すごいですね、九州男児は。今は80近くになって丸くなりましたかっていうことで ね、やっぱそういうのがあるんだろうね。どんどん年を取ると丸くなるんですけど ね。しずみさんこんばんは、ありがとう。帰ると間に合わないので出先で拝見してますが、電波が途切れ途切れです。いつもすいません。で、アリンスって。しずみさんありがとう。しずみさんありがとうございます。あ、そう、アメブロでも拝見しましたね、三浦さん。そうそうそうね、ブログ本当一気に書いたって感じ。あれあれは、たまたまこの前埼玉 の、うん、あの加藤さんのユースト、雅子さんのユーストで、うん、告知をちょっと、え、出たの、ほんのちょっとだけなんですけど。あ、行ったんだ会場に。行ったんですよ、うん、で見に行った時に、その時に来てた方がコンサルをする女の方で、うん、何のコンサル。ね、ゆったりっちつって、あの今自分があるその商品、あの書き出しをして、そのものになるやつをすぐ活かしましょうっていう、あの本当、あのそれでやっぱりあの守秘義務が栄養士ってすごく、うん、あの病院の場合はすごく多いんですよ、うんうん、で言えないんだよね、年書を書かされるんですよあれ、うん、あのちゃんと言ったらダメだぞみたいな、ね、そうで、うん、退職の時もそれを書かされるんですよ。退職しても言ってるダメだぞ、ダメだ、ね、なので私に自分のことって言わないのは守秘義務があるので、それで言わないんですよあんまり、うん、やっぱりあの患者さんのプライベートなことがすごく、ね、あの関わっていたので、うん、多いので、うん、そういえば加藤さんのって、埼玉なんだっけ、素敵女子、そうですそうです、なんだっけカフェね、カズさんも僕の自分 TV のセミナー受けてくれてね、それで番組始めたんですよ。ありがたいですね。あ、と思えば次回僕ゲストだ、はい、あ、そうなんですね。そう、7月の1、そうなんです、ね、第1週目僕ゲストです。そういえば、あ、そうなんだ、そうですね、ね、サリーさん相当わんぱくだったらしい、カイさん。あ、八高井さんこんばんはってことで、ありがとうございます、八高井さんね。歌いさん、ありがとうございます、ね、ある意味、あ、そうそう、羨ましいよねカラオケね。今度サリちゃん行こうね、一緒にね、カイさん連れてね。ありがとうございます。行こう行こう、はい、歌って花水木大好きって言っても歌ってって言ってますよ、キヨネが、はい、ありがとうございます、ね、
どういう歌だっけって、その出だしがわかんないんだよ。鳥海さんが書いてる。え、嘘、どこ、あそこ、どういう歌これ。私歌うんですか。ちょっと歌って、どんなの。薄紅色の可愛い君のね。へえ、全然わかんない。そういう歌だっけ、あれ。え、これは多分出だしじゃないのこれ。違います。あ、違うんだ。サビですね。すごい、カイさんの歌聞いちゃった。ありがとうございます。もうみんな歌わすからこの番組。この間も福光恵子さんに歌わしちゃったからな俺。ほんとこれ、YouTube で永遠と流れますから。うわこのみちゃんね、声が出るようになったらさとみさん一緒にカラオケ行きましょうって。あ、そうですね。何言ってんだこのみちゃん、僕と行きましょうよまずは。ね、このみちゃん本当どう調子ね。声がちょっと出なくなっちゃってね。いかがですか、大丈夫ですか。ちょっと出るようになったのかな。もう苦しいよね、声出ないと ね。本当早く喋りたいよ、うん、このみちゃんとね。あ、今ほらみんな歌ってほしいとか、よかったじゃん、ね、歌いました、歌いました。あ、これほら清美さんも出たって言ってます。これ何のことなの、出た。出たが歌が出たっつって。あ、そうなんですか。山田さんこんばんは。カイさんのコメントはソーシャルストリーミング流れ、あ、流れないメディカスって妙な気分。山田さん。うまい。うまいな、ね、山田さん。はい、今ハッと気づかされましたけども、ここのソーシャルストリーミングにカイさんの コメントがないっていうのは確かにね。出ていない。不思議な感じ。はい、うまいな。え？昨日ね、200回の時に会って、あ、そうだ、ごめん。そうだ、200回で会ったんだ。会いましたね。いや、そうじゃなくて、ゆっくりお話を したいっていうことですよ。ね。そうそうそう、患者さんね。患者さんの症状のこととか、いろいろプライバシーのことね、あるからね、はい。カラオケも私も連れてってって。もうね、はい、キヨネーというカラオケ行くと面白いよね。楽しい。楽しい。あの、ゆうちゃんになりますから。ね、すごい。うん、ゆうちゃんな。あ、埼玉。うん、あ、企業女子つながりカフェね。はい、ね。ごめん、ね、ちょっとね、鼻の調子悪いんで、ごめん、ちょっと鼻か。ごめん。カイさん喋ってた。はい。何を喋りましょう。なんかすごいいろいろと。なんか今日はすごいありがとうございます。な、どこにあるの。カイさんのコメントがソーシャルストリーム流れたらいいんじゃないですか。うん、で、うん、から読み上げてあげて。はい、あ、実動さんが加藤雅子さんの番組 URL。 カイさん読み上げて。はい、ここは入ってますね。姉さんがメディカズカラオケパーティーと言っておりますが、あと何があるかな。あ、そうだ、栄養士の仕事なんですけど、うん、結局栄養士と管理栄養士って違うんですけど、うん、まあ現場と現場関係は栄養士さんレシピを作ったりとかするんですけど、結局あの、まあ、患者さんのところに行ってアドバイスしたりとか、そういう、要は病院は点数が取れるんですね、管理栄養士さんがいると、うん、なのでそういう仕事をあの管理栄養士さんはするんですけど、私は栄養士なので、うん、まあ私のいた病院はあの上司がすごくいい人で、そういう壁が一切なかったので、うん、あの全部、要はあの管理栄養士が知ってたことを栄養士にもさせていただいてた、うん、ある意味そういうところがあって、うん、なのであの結構あの栄養士でも多分特殊だと思います、すごく。なるほどね、うん、そうなんだ。でドクターと話をしたりとか、あとまあ褥瘡、私、3年辞める前の3年間ぐらいドクターについて医療チームで全部回してました。要は看護師さん と2人で、あの看護師さんでももうプロの
傷を見ただけでドクターより分かるっていう看護師さんがいて、で私その人についていろんなその傷の見方だったり評価だったり教えてもらって、だから、そういうことまでしたんだ。そうなんです。それで大分で栄養士会とかって話を聞いた時に傷の評価をできる人はって言われた時に私しかいなかったんです。その人できないもんね。なので、要は病院のその一覧のシステムを全部あの看護師さんと2人で作って、どういうふうにドクターがうまく回せるかっていうことを前もって準備したりとか写真の編集したりとか、まあ、前の日にデータを全部持ってったり、あと要はいろんな病棟を回るんですけど、その効率よく回すためにどういうふうな順番をつけてどういうふうに回すかっていうのを考えたりとか、一個の書式を病棟で全部見れる部署全部を管理できるそういうものを作ったりとか。そういうことしてたの？そういうことをしながら現場もしながら、患者さんを見ながら全部オールマイティーなんです。ドクターと、要は看護師さんは専門だけで済むんです、でも栄養士って配属された人数が少ない割にはオールマイティ全部要は患者さんを見なくてはいけないので、だから献立も全部やらないといけないので、なんか病院の栄養士さんって結構大変です。それ何年ぐらいやってたの？全部で21年です。そこで？そうです、21年やってます。そんなやってたんだ。そうです。大ベテランじゃないですか。大ベテランっていうのがよくわかんないですよ。大ベテランだよね。それはわかんないですけど。いやー、それはすごい。だからね、そういうこと知らない人まだたくさんいると思うんですよ。多分その褥瘡自体がまだ高年齢化って言っても、そういっぱいね年齢が高い人がいるわけではないので、だから褥瘡って言ったら床ずれのことなんですけど、結局まあ病院で、まあ、見るっていう形が今一番多いんですけど、でも褥瘡って言ってもその専門によっては本当は皮膚科の先生が見るんですけど、ほとんど他の整形の先生が見たりもう いないとこはいなかったりするんですね。だからうちはありがたいことに皮膚科の先生を入れてくださって、そういう風な形で、まあその先生も非常勤なので結局週に何回かしか来ないので、そこを病棟と要は外来とうまく回すためのものをシステムを作ったんです。でもまあ、栄養士だから、はい、そ当然その食事の、はい、もちろんそれやるでしょ。ベースはあります。もちろんそこもいろいろやってたわけでしょ。あ、そこもやりますね、はい、いやでもそれだけじゃないんだね。そうなんですよ。全然認識変わっちゃった。だから患者さんをドクター と、看護師さんが、まあ、いつも見るっていうのはあると思うんですけど、栄養士もそうなんです。知らなかった。業務内容としてはすごく多いんですよ、栄養士さん。朝ミーティングをして、それから、まあ調理師さんに指示を出すんですけど、で時間内に上がらなかったら現場に入るんですね。で現場に入って味の確認は全部するんですけど、上がらなかったでどこがじゃあまだできてないのってなって、そこを全部フォローしていくんですよ。で、まあ確認までして、それが一回まあ上に上がりますよね。上がったら今度それを見に行くんです、患者さんのところに。どういうふうにこの人は食べてるかとか、でそれを見て、要は今日はこの人は具合が悪いから食べれなかったって言ったら、要は昼夜とかで補充をどんどんしていくんですよ。で何が食べれるのっていう話をして、でそこの聞き取りをずっとやっていて、
ごいね。でそしてあの調理師さんがあの時間をちょっと作ってもらって一緒に上に上がってもらって、この人はこういう状態だから今はこういう形状にしましょう、まあ手がも手があの使えないんだったら切り方を変えましょう、それを一回その人に見せるんですよ。調理師さんに見せて、見せたら分かるじゃないですか、この人はこういう状態で、それを一回下に下ろしてそれを指示してもらうんです、みんなに言ってもらうんです、調理師さんにあの伝達させてもらって、でそれが済んだら今度は、ご飯をもうまちまちに食べて、それからあの要は事務の仕事を始めるんです。現場を昼までして午後から事務仕事するんですけど、発注だったり食材の管理だったりそういうことを毎日伝票の整理だったり、忙しいね、それをしてまたあのまた間に合わなかったら要はお昼とか、要は夜だったりのものを間に合わなかったらそこのカバーに全部回って、でうまくこう回ってればいいんですけど、回ってなくって要は調理師さんとかが疲れてて回れない時は栄養士が入るような形になって、そういうことをずっとやってたんです。いやーちょっとねあの北岡さんありがとう、はい、さとみが栄養士について語ると栄養士の見方が変わりますよね。本当だよ、変わっちゃったよ、もうすごいな。あ、ちょっと待って、すごいな今日も。あ、その前、歌える栄養士会社とそっち行くんですか。しずさん、私もカラオケ行きたいですという皆さんの歌、というか皆さんの歌聞きたい。今度ね、メディカツでカラオケ大会やりましょうか。はい、ね、メディカツ杯、カラオケ大会。面白いと思います。やりたいね、ちょっとね、はい。本当はね、ボーリング大会もやりたいんだけどね。面白い。あ、メイン MC がいなくなるユースト。メディカツ。金子、ありがとう。あ、アズマックスさん来た。サトピオいいぞ。ね、気をね、傷の評価ができる栄養士、すごっ、サトピオすごっ食材の話は本当にためになります。食事ありがとうございます。ね、しずさん、ありがとう。ありがとうございます。スーパー栄養士、会社とみ、そんなに、そんなに。すごい、どん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 すごいキャッチコピーが出てきますね。ね、食を誘、食と、食を、食としてさ、あ、食、職員の食ね、職員として支える、はい、サトピオさんだ。本当、趣味範囲広いですよね。お、実動さんも甲斐さとみさんの引き出しの数は多さすごい。ありがとうございます。ね。え？さよこ西西原？西原さよこさん。西原さん。いつもありがたいな、出会いに感謝です。ありがとうございます。どうなったんですか？西原さよこさん。ああはい。いつも、うん、いつも来てくれる方です、ワークショップに、うん、西原さんありがとうございます。いろんな話をあの相談を受けたりとかやってます。 ですか、ありがとうございます、はい、西原さん、ね、ありがとう。これ母ちゃんさんと同じような感じだから読み飛ばしそうになっちゃった今ありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当ね、奥が深い仕事だよね。ありがとうございます。これみんなツイート多くてさ、ちょっと読み切れないよ。できるだけ僕は読みたいと思うんですけどもありがとうございますね。きよ姉さん、床ずれまで面倒見る栄養士、食事のアドバイスだけでない聞き取り大事ですね。そうですね、みんな言ってる。東区さんも何でもやっちゃうスーパーマン栄養士、ほんとそうだよね。発注の食材の管理までね、栄養士さんは命を守るお仕事ですね、素晴らしい、はい、ね、そうです、向き合います。はい、さとみさんのトークに熱さが加わってきました。経験の一部を語っていますね。 ありがとうございます。三浦さん、メディカツカラオケ大会出たい。ぜひ開催してください。もうそういう声があったらやりますよ、ほんとね。あと一人二人あったらやるかな。あ、北岡さんね、3抜けてたのね、やっぱ。俺さ、さとみっていうか、あ、すごい、なんか先輩なのかなって、学校の先輩なのかなと思ってたけど。メディカツカラオケ大会だと 3days とか。3days でね、いいですね。ちょっとやりたいね。あ、まあでもね、そうですね、いや僕ね、はい、そういう話はあんまり知らないよね、みんな。言ってません。あ、
やっぱそうなんだ、そう言ってますよ、守秘義務あるんで、うん、あでもちょっといいのよ、まあいいかでも そのぐらいはいいんじゃないの、だってそのプライベートのことじゃないか、ね、学会の発表とかもやったりしてたんで、そうなの、はい、あのその人と、もうさ見る目変わっちゃうよ、サトピオクッキー教室、はい、ちょっと背筋伸ばしておけないとね、いやいいです、あの先生じゃないので、私先生って呼ばれるの一番嫌いなんで、やっぱりねそういうやっぱり説得力が今までもあると思ったけど、はい、よりね強く思うよな、 ありがとうございます、うん、でもさそのまあ、はい、21年間勤めて、はい、それでどうして辞めたんですか、ですね、あなんか、まだ言ってないことがボロボロ出てきそうな、守秘義務が、あ守秘義務があるのね、あいやいいや、そんな無理言わないでよ、なんかあの失念したとかそういうことじゃない、あ全然そう、そういうのはなくって、うん、本当仕事人間 で、ね、ずっと患者さんと向き合っていたので、うんうん、もう日常がそれなんでしょう、大変だよね、だから休日がないんですよ、うわそうなんだ、休日ないで、なくって下の子から電話がかかってくると、甲斐さんどうしますかってかかってくるから、じゃあ今から病院行きますみたいな、家に、はい、いつもそんな感じでした、本当、まあ、どうしても行っちゃうんですよね、でも自分の好きな仕事ではあったの？一番最初は本当は保育士になりたかったんです、子供がすっごい大好きなんですよ、だって今メイダとかオイダとかなんか写真すごい出してるもんね、すごい子供が大好きで、というかもう昔から大好きで、で、要は、高校の時に調理師の養成施設がある、高校に入ったんですけど、そこ保育科もあったんですね、で私は保育科に進みたかったんですけど、結局今から子供が少なくなるっていうことで、まあ食いっぱぐれるのは調理師かなという、そういう選択で、まあ調理師免許を取って、で短大行って栄養士の免許を取ってやってました。まあね、まあ子供さんが好きだっていうのはね、その、はい、Facebook にもねいろいろ投稿されてるし、はい、すごい大好きです。まあそれで、でも今、はい、それで、まあ大分でね、はい、ずっとそのシニアの方に今、あ今シニアのそれこそ栄養士会の委託業事業なんですけど、あのホルトホールっていう大分市に大きなホールができたんですよ、うんうん、でそこはあの要は健康予防のためのホールで、あのいろんな人をまあ予防なので、いろんなことを要は運動させたりとか、うん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 、いろんなことをやりましょうっていうところができたんですね、うん、でそれの委託事業で私が、うん、60歳以上のシニアの方の料理教室を今担当して、うん、どうですかシニアのことは面白いです。シニアってさ何歳からシニアの60歳以上ああよかった、俺まだシニアじゃないってことじゃ60歳以上で、うん、要はあの前調査というかリサーチしたんですね、要は予約がいっぱい、うん、ありがたいことにあの定員オーバーで、ーで 20人の定員に24人来たんですね、うんうん、でありがたいのでもうそのままお受けして、去年の10月から3月までは、まあ、あの皆さん定年退職された方です ね、あの何かいろいろこうやってみたいっていう、そうですそうです、じゃあ皆さん本当喜んで、そうです、あの一番最初は、まあ、九州男児なので何もできないんですね、そうさ九州男児って何もできないよまあ、そういう人が多いってことだろうね、台所に入る人が少なくって、俺でも近いかもしんないな、じゃあもう全然ねやらないんですよ僕台所、あそうなんですか、本当にできなくて、できないっていうか、まあ、やればできるんだろうけど、うん、やらないんだよね、そういう人多いんだ、多くてほんで、どういう状況でまあそこに参加するようになったのか担当の人に聞いてみたんですよ、そしたらあのこの人は何にもできんけんっつって奥さんがあの無理やり引っ張ってきたという方がすごく多くって、それでも一応受けるんだね、そうなんですよ、で聞いてみるとあの何も包丁を持ったことありませんとかいう方がほとんどだったので、
じゃあ目玉焼きから始めましょうっていう話で。いや俺にぴったり、で目玉焼きから始める。そこからでも喜びがあるよねきっとみんな。もうあの全然違いますね。あのちゃんとあの復習してくれるんですよ、うん、なのでちゃんと復習してやってくれるので、で奥さんが言われるから、あのこの前習ってきたのなんか作ってとか言われるらしくって、で何回も作るらしいんですよ。もう奥さんのね、もううまく受注あのハマっちゃってるっていうか、ね、そうなんですよ、受注にハマっちゃってるっていうか、で目玉焼きをなんか綺麗に焼けるようになったとかすごく喜ばれる。男子厨房に入るべからずっていうね、はい、あの小鉢言ってますけども、はい、そういうまあ今はね若い人はそんなことないだろうけど、ないんでしょうね、逆に入んなかったら奥さんにねえらいこと言われちゃうからね、もう半分半分よってね言われちゃうでしょうからね。半分どころか19。そういえば三浦さんルーマニア料理をね、はい、やられるでしょ。三浦さんもねメディカス出るんですよ今度、うんうん、で三浦さんのとこ行って、はい、ルーマニア料理を作るところを配信しようかと思ってね、うんうん、あすごいですね。ルーマニア料理を、うん、ルーマニア私の知り合いで湯布院に、本拠地がある人がいて、そこのご夫婦がルーマニア、奥さんはルーマニアの人で、でルーマニア料理をあのお店でちゃんと出してるところがあるんですよ。でこの前その三浦さんから言われたのでそこのおつなぎをちょっとしたんですけど。あつながったの、うん、つながって、あよかったですね、いい話じゃないですかね。そうそうそう、里見さんは子供好き、ね、すごいです、うん、ダダ漏れです愛が。カイさんが深夜の皆さんのお宅を幸せにしてる。本当そうだ ね、 ね、ありがとうございます、素晴らしいと思います。それで、まあ、こっち東京へ来て、はい、渋谷の、はい、ダブルトルカフェで、はい、ありがたいことにメディカツで、斉藤翔二郎さんが出てた回に、うん、私がツイートして、うん、でダブルトルカフェの社長ね、そうです、うん、翔二郎さん、斉藤さんがバイクが好きだと、うんうんうん、で私もすごいあのバイクを短大の頃から乗ってたので、奈良班、いやいやいや中型を取ったんですけど、ちょっと待ってそれだけでもすごいびっくり、知ってるみんなそれ、知らないと思います言ってないです、知らないこといっぱい、俺ちょっとびっくりした今、要はですね、私あのちっちゃい頃にあのうちの父がよくバイクの後ろに乗っけて、あカイさんをね、うん、あの走ってたことがあって、はいはいはい、ですごい風をこう受ける のがすごく大好きで、で親はやっぱり女の子だからそういうことはしないだろうと思ってたらしくて、ね、それ乗せてたの、うん、でバイクを、要は そういうのにすごい乗りたくなって、で親に黙ってあの お金を貯めて、うん、で要は短大の前ですね、多分高校の時、その時免許取ったの時に、黙って取りました。黙って、うん、黙って取ったんです、うん、で黙って取って、免許のお金はあったんですけど、うん、取るお金はあったんですけど、うん、やっぱりあの保護者がいるじゃないですか、うん、未成年だからね、すいませんって言ってあの話したんですね、親に、お父さんに、親に話したんです、よく話したできたね、したらちょっと怒られたんですけど、ちょっとどころじゃないでしょそれ、今までの話からしたら、お前どういう考えだみたいな感じだったんですけど、思い投げされるぐらいじゃないね、いやいや、大丈夫なんですけど、これはよく、でもお父さんそれいいって言ったの、いやあのしょうがないんで無理やりですけど、それだね、免許取ったら小型取ったの、中型で、中型取ったんだ、中型取って、結局あの背が低いのでなかなかあの大きいものに乗れないんですよ。だから、VTZ って昔あったんですけど、スポーツタイプのものが、うん、250ですね、うん、それが女の人にもこうちょっと軽いからっていう話で、それで短大の頃ずっと2年間
ずっとそれでパラララパラララって、いやいやいや、ボソ族じゃないんで、ボソ族じゃないんで、はい、そういうことをやってやっ、そうですね、2年間通学して、これびっくりだな、ちょっとそしてあの事故に遭ったんです。やはりというか、何年目取ってから取ってだから、それから、産業給食に入、うん、要は、東芝の中の、うん、まあ給食業務というか、うん、そういうものをしてるところに入って、要はあのありますよね、食堂の人、うんうんうん、はいはいはい、栄養士さんなんですけど、はいはい、まあレジ打ちしたりとかする仕事を、はい、まあそこに一応1回入ったんですよ、うんうん、そしたら結局あの1週間とか新人で早出が1週間とか続くわけですよ、うんうん、そしたら4時5時起きでバイクに乗っていくわけですよ、うん、で3時ぐらいに帰るんですね。3時って何、いつの、午後3時ぐらいに帰るんですけど、そうした時に減速ずっと、うん、バイクでずっとなんで減速したりとかしてたんですね、うん、そしたら横からあの出前のカブがぶつかってきて出前のカブね、うん、50、うん、50のカブがぶつかって減速をしてたので、うん、あのそんなにひどくはなんないって思ったんですね、うん、その時、うん、で私もや倒れたわけ、うん、倒れて、うん、飛ばされてはないんですけど、うん、まあガーンってやられて止まったんですけど、結局あの骨が折れてなかったので、あ、折れてなかったのね、折れてほしかったんです私。なんで折れた方が3ヶ月でちゃんとつくじゃないですか、うん、打撲だったんですよ、うん、で足がパンパンに腫れて、で病院に入院しても3ヶ月経っても引かないんですよ。そんなすごいんだ。すごいですよ。足をもうあの右足をそれこそ奥までこう入れられた状態なので、もう敷いた状態なんですよ。痛いけど、痛いでしょ、ごめんなさい、痛いけど、想像したくない。そう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 、そうなんです。うわ、ちょっと待ってよ、3ヶ月引かないってすごいね。そうなんですよ。でうちの父がもう3ヶ月も経ってやっぱりあの会社に迷惑をかけることができないので、もう辞めたらどうかっていう話になって、で辞めたんです。はあ、バイクはもう乗らなかったんですよ。で、本当はバイク乗りたい人なので乗りたかったんですけど、両親にもうやめてくれって言われて、もう今一切乗ってないですけどね。そういう過去がねあったとはね、はい、ちょっとね、ゲレンデだよ、40歳以上はシニアだよって。あ、好きなこと、うん、奥さんがルーマニア人と聞くと体操やってたんですかと聞きたくなってしまう母ちゃんさん、これは母ちゃんさんだけですから、ね、はいはい、あ、ルーマニア料理も最高美味しいですよって、僕楽しみにしてます、うんうん、衝撃事実、バイク乗りだった。そうですね、バイク乗りでした、ツーリングとかよく行ってました。カイさん、バイクの話、この話聞いたって言ってますよ、うん、そうそう、この前あしたんです、ね、小町さんに話をしたんです。三浦さん、みんなが体操やってるわけではないですよ。そうそう、違います、違います、バイク女子かっこいいなって、カネック。はい、ありがとう。バイクという新たな引き出しは公の場で幅広いよね、ほんとね。まさかバイクの話出てくると思わなかったよ。でも恥ずかしいんですよ、バイクで、うん、女の子が乗るじゃないですか。まあフルフェイスかぶるんですけど、うんうん、乗るけど立ちこけした時の恥ずかしさが。立ちこけって何？立ったままこける。それなんでそうなるわけ？いや、足が届かなくて、足が届かなくって、あ、それとかそれとかなんかバランス壊してガンってやるから、周りがそのこのバイクが倒れたことに大騒ぎするんですよ。まあまあね、すっごい恥ずかしいんですよ。だからそういう恥ずかしさね。八高橋さん、水越さんパラララパラララに受けてますよね。実道さん、バイク女子ってサメ TV の沼口麻子さんを思い出す。ああ、そうなんだ、彼女もそうだね、バイク好きだったね。さすがにね、そう怪我したらやめさせられるね。里見さんに歴史あり。ネトリームさん、ありがとう。
ああ、なるほどね。小町もよく分かってるね、これね。骨って折れちゃった方がいいことが多かったりするんですよね。そうか、下手に打撲で済むとか、あと、まあ、長いね。僕長いんですよ、大変なの。来た来た、雅子ちゃん、加藤雅子ちゃん、埼玉。加藤さん、ありがとうございます。企業、なんだっけ、埼玉企業女子カフェだっけ。はい、ね、加藤雅子、あの、次回、私、ゲストということで、よろしくお願いしますね。ありがとうございます。うん、そうなんです。そうなんね、そう。で、それで、なかなか治らなくって、で足もあの傷が入ったんですよ。うん、もういいです、これの細かい話。いいですか。うん、でヒールが履けないんです、私。ヒール履くとあの今でも、はい、後遺症があるので。右足？右ですね。あれは、ね、ちょっと長く履けないんですけど、けでそしてそれが結局終わった後なんですけど、うんうん、まあ良くなるまで時間がかかるので、うんうん、やっぱり。なんか仕事をしないといけないということで、あの OL になったんです。どういうあのお役所仕事の、要は市役所の臨時の OL をしていて、まあ、住民票の印鑑登録のオンラインの手伝いをずっとやってました。パソコンやってたんだ。パソコンというか、なんかその、印鑑証明のこうガーンってやるやつを半年ぐらいやってました。楽しかった。面白かったですね。あの全然違う人が来るんですよ。あの自分の世代の人ではなくって、いろんなその年上だったり、いろんな人が来るから、うん、いろんな話が聞けるんですよ。やっぱ人に会うのは好きなの、カイさんは。あ、多分好きだと思います。そうなんだ。で その中でやっぱりあの定時に上がるじゃないですか。で定時に上がったら男の人は飲みに行くんですよ。近くが、ね、あの飲み屋街なので近くで行くんですけど、やっぱ定時で上がって、私なんかの場合時間がすごい有り余ってる感じがすごく自分の中であんまり嫌だったんです ね、うん、それね、とっても、うん、で今までやっぱりその食のものをいろいろやってたので、もうそこに戻りたいって思ったんです。でいろいろ探してたら、あの病院の栄養士ならんかえってあの担当の先生から言われたんですけど、最初はあの乗り気じゃなかったです。全然もうハードっていうのはよく知っていたので、病院のね、で研修に行かされるんですよ、短大の、卒業前とかに、うん、研修で2週間とか、うん、あのいろんなところを行くんですけど、結局その時にあのいい話を聞かないんですよ。おばさん、調理師のおばさんが怖いとか、うん、栄養士さんがきついとか、いい話を聞かない。だから私もわあ、そこはちょっと私は務まらないなと思っていて、でもあのまあ短大の先生がまあ面接だけでも行けばっていう話で、うん、で行ったんですよ、うん、で結局あの21年いました。そこにそこやっとつながっていくわけね。そうなんです。21年本当に頑張ったよね。でもね、ありがとうございます。でまあ今ね、さっきもお話しましたけども、はい、渋谷のダブルトールカフェ来て、はい、あ、それでなんでそういう話になったかというと、バイクです。斉藤社長が出てて、コメントしてバイクが好きで、それでなんで、で うん、バイクの話を、うん、斉藤さんと一緒に話をして、うん、ネット、そのメディカスの時、あの TS プレッソの話を していらっしゃって、で私今度東京に行った時に紅茶の茶葉でそのエスプレッソが飲めるって知らなかったので、じゃあ今度あの東京に行った時にじゃあ行かしてくださいっていうことで行かしていただいたんですね、うん、でその時に私あの渋谷ですごく迷ったんです。迷い子になって、迷ったったら単純に場所的に迷ったってことね、はい、そうなんです。でフェイスブックであの迷い子になってますって書いたら、斉藤さんすごく優しい方で、あの僕の携帯に電話をかけてきてくださいっていうのをメッセージいただいて、で初めてお会いしたんですけど、でその時にあのバイクの話をいろいろ話をしていて、で仕事の話ではなかったんですね、うん、全然仕事じゃなくって、
でその時に斉藤さんから「カイさん2階を 使ってみませんか?」っていう話をいただいて、でそこから定期的に。ありがたいことで本当にメリカツのおかげです。いやいやいや、メリカツのね、本当、はい、メリカツのおかげです。そうです。ね、いやいや、そんなことなんかね、はい、でもその人と人の出会いつながりっていうのはね、はい、またね今日は ね、 そうですね、聞かせていただいて嬉しいな。でもね渋谷はね、はい、迷うよ。俺だって僕なんてね、いまだに完全に分かんない渋谷。本当。渋谷のあの地図をもらった時に、うん、変な話、109の方の、 あの警察のお姉さんに聞いたんですよ、ここどうやって行くんですかって言ったら、うん、そのお姉さんも、まあ、教えてもらった通りに行くんだけど行かないんですよ。いやね、渋谷あのまあ、あのほらハチ公前とか有名じゃないですか。はい。でもこの間、ね、別の方々とじゃ渋谷で待ち合わせましょうって言って、はい、じゃあモアイ像の前って言われたんですよ。モアイ像全然し、初めて、モアイ像なんてどこにあんのって。でもなんか有名らしいよね、会社さん。そうそうそう。え、本当知ってんの？あの、ハチ公があって、で、多分正の挟んで反対側の方にそのモアイ像、正確にはモヤイ像。モヤイ像って言うの。だから僕全然知らなくて、未だに僕ね、もう50年以上東京住んでんだよ。それなのに分かんないですから、心配ありません。何が心配なのかよく分かりませんけどね。あ、ね、加藤さんもバイク乗ってたって、雅子さんね、うん、みんな女性かっこいいよね。あ、サッチー、こんばんは。サッチーさん、こんにちは、こんばんは。サッチー、サッチー、あ、カブ埼玉発企業女子つながりカフェね、はい、はい、次回よろしくお願いします。お願いします。あ、神戸さん、カブ懐かしい響きです。カブ、うん、なんです、カブ懐かしい。新聞配達の人がね、そうです、乗ってますけどもね、はい、さすが実蔵さん、もうサッチーのリンク貼ってますよ。さすがですね。ね、そうそう、北山さん、その事故が今へのきっかけですから、まあ痛くて大変だったかもしれないけどもね、何がこうそれから先のことにね繋がっていくかわからないですよ。本当に。本当。だからその場その場で目の前のことに対してね、いろいろ腹が立ったり、いろんなことを感情起こるんだけども、やっぱりね、ここでもやっぱりあれですよ。そうなったことに対してね、やっぱり感謝。うん、その感謝の思いがその後の人生やっぱ変えてきます、うん、いろんな目の前に悪いことが一見起こるんだけども、そのことについてね、やっぱりいろんな、あ、これがあったから教えてくれたんだっていうね、うん、感謝の思いをねやっぱり持つ、うん、そこでね憎んだりね、そのね、妬んだりね、恨んだりする、うん、これダメです、うん、ね、そういういろんなことが起こった時でもね、はい、あ、こういうことが起こったからさらに良くなるんだっていうね、感謝の思い、これが大切、うん、ね、はいはい僕はね、そう思ってますよ。はい、ね。あ、ね、カネック、斉藤さん優しいですよね。うん、僕もいろいろお世話になってます。そうなんです、斉藤さんね。もう、頼りがいがあるしね。本当。そうですね。うん、本当、ありがたいことです。箱崎さん、私も先日、渋谷で迷子でした。そうなんです。ね。それは迷子になりますよ、渋谷。うん、また今ね、どんどん工事してますからね、渋谷もね。小鉢もね、確かに渋谷迷うわ。みんな言ってますね。面白いな、うん。メディカスでつながる公園いいですね。はい。僕ね、本当にね、メディカスやっててね、一番嬉しいのは、やっぱりこの出演された方とね、こう、つながりましたとか、電話もらいましたとかね。うん、で、その、見てたあの人と、こう、つながったんですよ。もう、それは本当嬉しいですよ。うん、ありがとうございます。メディカス、それはね、やっててよかったなと思いますね。子供の頃から東京に行ったって迷いますよ。水越さんがモヤイ像知らなかったのはですがね、サッチ本当僕知らなかったの。え、サッチ知ってんだ、すごいね。モヤイ像はダイビングツアーの集合場所だよ。石原紗友子さん、え、あ、西原さんね、さっき西原さんね、うん、え、そうなんだ、へえ。美奈子、愛の美奈子さん、渋谷にカブ専門店ありますね。うーん、ご存知ですか？いや、知りません。ありがとうございます。初めてのコメントかな、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あるんだ、カブ専門店って。カブじゃないよね。カブ。さすが、カーチャさん。誰も恨んだりしないってメディカスバンドでも歌ってますよね。歌ってますね。
これから歌いますから。キャッチャーウェイ。そこまで言うなら歌いましょう。誰も言ってないって。キャッチャーウェイ。私はあの曲が一番好きなんですよね。ありがとうございます。本当にそう言っていただけるとね、嬉しいですね。よく言ってくれますもんね。あと、甲州街道ね。そうです。甲州街道。いやいやいや、本当ですか、嬉しいですね。もう本当そう言ってくれると嬉しい。箱崎さん、甲斐さんとの出会いに感謝。ありがとうございます。ね、感謝、本当ね、ありがたい、嬉しいね。それでね、今、クッキー教室、はい、で、あとはドーナツ、最近はね、そうですね、やってますよ。あれはね、はい、あの基本は砂糖入ってないんですか、あれ。砂糖は入ってないです。ね、あの、はい、白い砂糖って良くないんでしょ。白い砂糖って変な話、アメリカでは白い悪魔って言われてるんですね。ホワイトデビル。そうなんです、ね、で、ちょっとやっぱり依存性があるというか。そうなんだ、うん、ちょっとそういう形のものが今言われていて、でこっちではまだ言われて、日本ではあまり言われてないと思うんですけど、砂糖病っていう病気が。砂糖病、砂糖病が好きで好きでしょうがなくなる病気かと。いやいや、砂糖病っていう病気で、本当にお砂糖の加工されたケーキだったりとか、いろんなものありますよね。もうね、チョコレートだったりとか、ね、アイスとかもそう。そうですね、好きなんで。でも基本はご飯をちゃんと食べる人はなんないんです。あ、そうなんだ。今若い子で結局食べない子いるよね。要は疲れて帰ってきて、ご飯を食べなくって、そういうケーキとかそういうものばっかりを食べてる人がやっぱりなりやすい。でも止まらなくなるんですよ。だから変な話は、もう朝からケーキを3個とか。そんな子いるの？うん、いるんです。やっぱりちょっとね、食行動が変わってくるんですよ。で、その依存を取るために、まあ気をつけましょうって言われてる。ねえ、なんかまあいろんな依存がねありますけれども、やっぱそういうふうにならないようなね、あれが大切なんだろうなと思うけどね。うん、砂糖病ってそういう形のものなので、うん、すごい冷え性に、女の人って甘いもの好きなので、うんうん、冷え性になりやすかったりするんですよ。甘いもん、お砂糖が入ってるものが、ね、やっぱり冷やすのって一番良くないっていうのね。そうですね、どうしても女の人は特に子宮の病気になりやすい人は大概、うん、体温が低いんです、すごく。じゃあやっぱり体温を高めるための食事とかそういうの。そうですね、要は、抵抗力が強くなる、うんようなそのお食事だったりとか、うんうん、そういうことをちょっと気をつける、気をつけるよね、はい。まあね、皆さんも何か質問があったらね、はい、最初に質問って言って何か書い入れてください。なんか言ってくれます。答えられる部分はね、範囲で、範囲で答えてくれますから、はいはい、ぜひ、ご飯、はい、あるじゃん、白米ご飯、はいはい、ご飯はいいんですよね。うん、ご飯は、賛否両論結構あるんですけど、うん、玄米がいいっていう人もいれば普通のご飯がいいっていう人もいて、まあ玄米っていいんですけど、噛む力が強くなるからいいんですけど、やっぱり消化ができない人もいるので、うん、まあそこは臨機応変ですね。なるほどなるほど、臨機応変でね、うん、何でもかんでもねした方がいいところじゃなくて、依存が一番怖くて、要は食事って食ってそうじゃないですか。何がいいよって言ったらこう傾くんですよね、うんうんうん、で何がいいよって、日本人って特に、うん、あるフードファシズムって言うんですけど、うんうん、テレビ番組でこれがいいよって言ったらそこに食いつく人がすごく、うんうんうん、多いので、でそれだと変な話バランス方になるんですよ。栄養が行き過ぎちゃう。なのでやっぱり私言ってるのはバランスよく取りましょう。バランスですよ、僕もそう言ってます。うん、依存はすごく怖くって、じゃあこれを絶対しないといけないのをしないといけないを強くしてしまうと、やっぱりちょっと思考がおかしくなってくるんですよ。なので
やっぱり そこまでしなくてもいい。要はあのキチキチしない方が、何でもそうじゃないですか、うん、あんまりキチキチすると長続きしないんですよ、うんうんね、栄養指導とかも患者さんのこれしなきゃダメですよみたいなね、するんですけど、やっぱりあの、まあ、今日こんなにカロリーいっぱいのものを食べてしまったって思うじゃないですか、うん、だからいやその分他のとこでリカバリーしましょうって、例えば1週間の間にこんな日もあるけどいつもじゃないでしょっていう話をするんですよ。なるほどなるほどね。だからそういうちょっと気持ちに余裕を持たせてあげないと。そうだよね。だから僕もたまにはケーキを食べるっすね。そうですそうです、たまにはです、ね。まあ、今ここでサリさん、西村さんにも教えてあげなくてはって、本当にね、西村さん毎日ケーキ食べて、あそうです、やばいです、西村さんっていう、ね、気をつけないと。あ、ちょっと待ってね。はい、すごいな、なんかみんな今日はいっぱい、すごい、ありがとうございます。ね、あ、しずいさん、本当に人生は愛と感謝で作り上げていくものですよね。うん、そうですね、もう愛と感謝の人だからね、しずいさんはね、本当。もやいぞ知らない人多いかもって気をね、うん。やっぱそうなんだ。僕ね、本当この間初めて知りました、うん。コラボイベントが先に決まったので、メディカツ交流会にも参加できました。ね、本当ありがとう。ね、箱崎さんありがとうね。キャッチャーウェイ、さすがに、さん、リンク。出てくれてる。さすがだね、ありがとう。西原さん、ピオ様、今月は会えず、またって言ってますね。はい、来月お待ちしてます。メディカツ初出場、ユーストリームいいですね。うん、もしかして、小高木さんかな、これちょっとね、名前わかんない。ごめんね。ありがとうございます。このアイコン多分小高木さんだと思うんだな。ありがとうございます。一食甘いもので済ましちゃうこともあるかも。これはちょっと気をつけた方がいいです ですね。どなたか分かりませんけれども、血糖値が急激に上がるんですよ、この甘いもん、うん、血糖値が急激に上がると、うん、要は上がった分だけ下がるのも早いんですよ。だから血糖値がガタ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 ってなりやすくなる、要はこういう風になりやすくなるので、うん、あのまあインシュリン、糖尿というか糖を分解するところがあの膵臓にあるんですけど、うん、そこの要はインシュリンっていうものがその血糖値を下げるために唯一あるものなんですけど、うんうん、結局それがあの間に合わない、こうなったところにまた持っていかないといけないですよね。なのであの量がどんどん少なくなったりとか、安定してまっすぐ出るわけではないので負担がすごくかかるんです。やっぱバランスだよね。なので、ね、怖いのであのね、はい、僕なんかも僕なんかの食事は朝は、はいはい、お味噌汁と、はい、ご飯ちょっとと、はい、あと一品なんかあるんですよ、はい、ね、はい、神様作ってる、それを食べるんです、はい、で昼はね、はい、うちの神様がお弁当作るんだけど、はい、もうご飯とあと目指しとか、うん、あと漬物ちょっととか、うん、そんなもんなんですよ、うん、で僕はなぜかっていうとあんまりこう体を動かさないから、はい、うん、で今まではすごい食べてた時太っちゃったから、うん、量を減らしたんですよ、はい、で夜は僕はですよ割と普通に食べてるのね、うんうんうん、あの事務仕事はどうしてもあの消費量少ないんですね。そうなんですよ。なのであのまあバランス的にはいいと思います。でお野菜だったり要は今あの食物繊維が少ないんですよ、うん、取る機会がすごく少ないので、うん、反対にあのそういうキノコとか海藻とかそういうものをあの、ね、きちんと取って、うん、要はあのちゃんと出すことが大切で、なかなかその便意が起こらない人とかも多くて、うん、水分をちゃんと取らない人、うん、水分って言ってもコーヒーとかそういうものではなくってお茶とかお水だったりするんですけど、今なんか特に脱水になりやすい人すっごく多いので、あのこういうところに入ってても脱水になりやすいので、やっぱり水分ちゃんと取るような形にしないと。今ちょうどあれなんですよ、気温差がすごく、今日とかもそうですよね、あの雨が降ってすぐ天気になったりとか、すごいあの今気温差が激しいので、うん、そういう水分補給は必ず気をつけられた方が、ね、気をつけた方がね、はい、
いいですよね。あと、あれ今何か聞こうとして忘れちゃった。また思い出したらね。はい。はい。あ、砂糖に依存しないようにしよう。ね、サリーちゃんね。はい。そう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 。例えばね。はい。割とそのほら、あ、そう、季節の食材を作るように意識してるんです。はい、あ、それが一番いいですね。うん、なぜかというと、変な話、今ってすごいスーパーにいろいろあるんですよ。何でも出ちゃうじゃないですか、季節関係なく。何でもあるんだけど、やっぱりあの旬のものを食べるって一番大事だし、要は旬のものをは安いじゃないですか、変な話、うんうん、だから必ず旬のものを食べるって意味があって、まあ例えば冬だったら、まあ結局寒いから体に脂肪をつきやすくするとかいう、うんうん、そういう働きがあったり、体を寒くなってるので根野菜を取って体を温めるとかいうことがあって、で春になると、じゃあもう今度活動的になりましたっていうことで、今度苦味のものがすごく多くなるんですね。あの野草だったりいろんなもので、でそういうものを食べてデトックスじゃないけれども、今までその溜めた冬にまあ溜めたものを春にこうその苦味とかいろんなものを食べてデトックスみたいに外に出しましょうって言われていて、で夏は夏でまたあるんですよ。で春に今度そういう形で出した分、結局はあのいろんなものを出すじゃないですか。で今度夏にバテないように、夏にバテないように春にしっかりそういうものを食べましょうって言って、で夏は暑いからそういう冷えたものを食べましょうって、本当にあの四季折々その意味があって、意味があってね、だからその特に日本人の体にあったっていうものがね、はい、あるから、だから何でもかんでも美味しいものがあの いつでもどこでもっていうのはやっぱりそういう人間の、まあ、欲なのかもしれないけどね、はい、それちゃんとした理由があるっていうことで、うん、そこをね大事にしてほしいなって ね、 そうですね、思いますよね。私はよくあの料理を作るときは必ず食材はお野菜がいっぱいっていうのを一番頭に入れていて、うん、あと旬のものを必ず使って、ね、あのまあ癒し系の癒しのそのセラピストさんたちと組むときはランチを提供するんですけど、そういうものをなるべく使う。いやいや、もうね、本当カエさんと結婚したら幸せになると思います。ご主人は本当そう思う。いやー、どうなんでしょうね。いやいや、本当に本当そう思うよ。いやいや、特に今の時代はね。いやいや、まあ、別に食だけっていうことじゃなくてね、本当にそういうこと分かってらっしゃるしね。ありがとうございます。ね、砂糖病と依存症の怖さね、実装ありがとう。玄米を水に浸して芽が出るようなものじゃないとダメだとか言われてるし、あ、そういうのを食べましょうっていう人もいますよね。うん、なるほどね。フードファシズムね、うん、はい、そうです。何でもバランスが大事や、いや大事だよねって、ね、このみさんも言ってる、はい、大事やねって言ってる、ね、大事やね、うん、はい。北子さん告知、こういうお話で生でとことん聞きたい方はさとみのクッキー&焼きドーナツ教室で。うまい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ちなみにいつですか、今度。今度ですね。こうあります。もう今ちょっとそれ出しましょうか。これやりますか。いいですよ。まあ最後でも出していいけど、ちょっと待って。ね、ちょっと待ってね。見ますか。ちょっと待って。出していくね。怪しい人になってます。ちょっと待って。7月10日木曜日クッキーワークショップ、はい、7月17日金曜日、7月12日土曜日大人の食育セミナー、午後2時から5時まで、はい、ね、Facebook 甲斐さとみさんのところを見てください。でイベントページがあるんだよね。あの今から立てます。あ、これから立てんの。まだです。まだね、7月10日だもんね。まだです。皆さんちょっと頭今予定入れといて、皆さん7月10日木曜日、7月11日12日、どれが都合の日ね、もう予定入れといてください。渋谷のダブルトルカフェですか。はい、はい、ということです。一応この大人の食育セミナーっていうのは、うん、今ちょっと話をしたようなことを勉強になる大人の食育セミナー、皆さんね、この会議さんがねお話ししてくださいますから、
あのポテトチップスをあのライターで燃やしますんで、うん、そういうことをやる。何をライターで燃やす？ポテトチップスの形状の違うものを、うん、あれポテトチップスってさ、火をつけて燃やす。あれはもう油でしょ？うんですね、はい。あれよくさ一袋食っちゃう人とかいるけどさ、はい、あれまずいよね。ですね。あんま詳しく言えないそうですけどもね、あんまりね。あのそういうのもやるんで。やるから。あの基本的に見に来てください。あのさ、間食ってでもどうなの？間食って。間食。あんまりしちゃいけないの？やっぱ。あのさ、朝昼晩って、はいはいはい、まあ、あるじゃないですか。はいはい、それもまあ昔から言われてるから、はい、まあ、朝昼晩食べてるんだけど。うん、間食って変な話、この前私食育で子供たちにの話をしたんですけど、子供でもあの2歳ぐらいまでは、10時と3時のおやつがあるんですけど、うん、それ過ぎると3時だけになるんですよ、うんうんうん、だから大人の場合は結局あのまあその多分名残があって10時とか3時とか言うんだと思うんですけど、本当はですね、その1日のトータルの要は栄養素が足りないものを食べる分は間食でいいと思うんですよ。食べちゃダメみたいだね。いや食べてもいいでしょ。そうですか。はい、やっぱね3時なんかね食べたくなっちゃうんだよね。食べたくなりますよね、うん、でもまあ食べ過ぎないようにしてね。そうですね。あとはほどほど、ほどほどね、ほどが一番いいです。もうやっぱりね、僕もあのスイーツ男子なんで。そうですね、甘いもの好きなんでね、うん、でも夜ね、はい、よくあのほら寝る前4時間前は食べちゃいけないとかいろいろありますけども、うんうん、夜遅く食べるとあんまりやっぱり良くないでしょ。あのもう活動していないので、要は体の中に全部溜め込んでしまうっていう働きになってしまうんですよ。寝た時に、じゃあ寝て食べて起きた時に胃がもうあの変な話、消化がちゃんとできてればいいんですけど、そのまんまだから結局何も食べなくてもなんか胃がもういっぱいになっていると感じてですよ。感じてあ、胃がもたれてるとかいう感じがするから、うん、結局そのまま行っちゃうんですよ。食べないで、うん、仕事に行っちゃうんですよ。そうすると効率がすごく悪い。メガ盛りチャーハン食べて翌日なんかお腹いっぱい今日これから行きますけど。なので消化ちゃんと、ね、その消化の時間3時間とかのけて寝てください。ね、寝てくださいってことですね。はい、はい、キヨネがね、玄米植物の種の一種は、うん、酵素抑制物質アブシジン酸が含まれているので、うん、はいはい、この物質を解除するために12時間以上水につけることが必要。そうです、すごい、あの水につけないといけないんですよ。もう気をね、本当こういうこと詳しいですからね、素晴らしい。そうなんです。気をねのお仕事は、エステサロン、エステじゃないか、なんていうのあれ、エステと言いますか、ごめんね、何サロン、キヨネ恵比寿でやってます。こういうことエステじゃないけど、あのリンパ ドレナージュです。私あのメディカツで、あのあいただいて、あ、私そうです、そうで、キヨネのところに私施術に行って、でそこからそれから後に8日間一緒に合宿をした。へえー、そうなんだ。あの寝泊まりを一緒にして、うん、そうなんだ、はい、そういう仲なんだ。ありがたいご縁です、はい、それもメディカスじゃないですか。そうなんです。嬉しい。最初キヨネースの子にあの寝泊まりして、ね、そうなんだ。そうなんだ。アズマックスさん、サトピオのほのぼのオーラがバンバン出てる。 ありがとうございます、うん、ね、そう、バランスが大事ね、うん、繊維不足、子供の便秘が多い。そうですね。ね、あの大人もそうです。で、本当にだってね、いや、さっきのケーキの話じゃないけど、子供が朝から菓子パンだけとかね。そうなんですよ、よく聞きますね。あのカップラーメンとか。そうですね。お母さん勘弁してください、うん。忙しいっていうのはね、それ言い訳しちゃいけないと思うんですよ。うんうん、うん、子供のためにね。ちょっとなんか一手間でいいんですね。一手間。例えばあの朝
忙しい一人暮らしの男の人だったら、まあ前の日におにぎりを1個握って、うん、要は、机の上に置いておくとか、あとバナナを1本置いておくとか、うん、私一番最初に何も食べ朝食べていかないっていう人すごく何も指導したことがあって、うん、その時に言ったのはとりあえず何か口に入れましょうっていう話をするんです、うんうん、だから別にバナナ1本でもいいですよ、おにぎり1個でもいいですよ、何か入れてから出かけましょうっていう話をするんです、うん、あとあれだよね、子供なんかそのおやつなんかも、はいはい、ただのお菓子よりも、はい、なんかその、ね、うちの息子もおにぎりなんで、はい、そういう方がそうです、ね、そうです、あのふかしいもだったり、今あんまりふかしいも食べないですけど、食べないけどね、この前、0歳から4歳の保育園に食育に行ったんですよ、うん、でその時にそこはもう自然のものを出すっていうのを園長先生がちゃんと決められていて、うん、食も大事だからっていうことで私ご紹介他の方にいただいて行ったんですけど、やっぱりなんか結局忙しいので、みんな忙しいんですよ、うん、お母さんってすごく忙しいんだけれども、うん、何かやっぱりまあ一手間なんですけど、その手間を惜しむか惜しまないかで愛情が変わるんです。うわ、一手間かけるかかけないかで愛情変わる。それはずいぶん前に私ブログじゃねえ、フェイスブックで書いたことがあるんですけど、うんうん、それは知り合いの人のお話だったんですけど、まあお父さんとお母さんがいて、すごくお父さんはまあ忙しいと、忙しいんだけれども、ある時にお母さんが結局体を壊して、うん、何ヶ月かその結局ご飯を作れない、要は入院してしまっていないので、うん、作れないっていう形になった時に、うん、そのお父さん何考えたかっていうと、物を買って与えるんじゃないんですよ、うん、そのお父さん考えたのはお弁当を作るんです、うん、その子のためだけに、うんうん、でそれもおにぎりを2個とかなんですよ。なんかいろいろって男の人ってできないじゃないですか、うんうん、だからとりあえずおにぎり2個とか決めといて、それを朝それこそ自分が出勤する前に早めに起きて、もう男の人が握るわけですよ。だから男の人が握るって手がでかいから不格好になっちゃうんですよ。でそれでも握ってこれを食べなさい、お昼に食べなさいねって言って子供に学校に持って行かせるんです、うんうん、それを子供は素直に食べるんです、うんうん、でも変な話、子供って見てこうする、見て形がいいものだとわーって言うんだけど、不格好なものってすごくなんかいじめの対象になったりするんですよ、うんうん、なんでお前んとこの、うん、おにぎりこんなんなんてって言われるって、うん、でもそれはお父さんが忙しくっても作ってくれるって、うん、自分のために作ってくれるって、だからいじめられても言わないんですね、うん、言わなかったって、うん、全く言わない、うん、でも不格好であってもやっぱり愛情なんですよ、うん、だからそれをずっと自分の中にすごい記憶にしていて、大きくなった時にこういうことがあったってすごく感謝しているっていう話だったんですよ。いい話ですね、うん、そうなんです、それがすごい大事だと思う。だから今結構、うん、デコ弁とかいろいろあるじゃないですか、うん、見た目をすごく言うんだけど、はいはい、私はそこはどうかなと思っていて、うん、まあ衛生的にもあんまり良くなかったりするんですけどなるほどね、やっぱり愛情だと思うんですね、うん、分かる分かる、確かにもう本当そうだと思いますよ。お父さんのチャーハンが来ましたと思いましたえ、東京ガスでなんだっけ なんかお父さんのチャーハンが食べたいとかいうなんかそういう CM あったんですよ。そう なんかそれをふと思い出したなって多分 YouTube で大丈夫ですか、大丈夫ですか、あ、なるほどね
はい、ありがとうございます、はい、で婚活来たってそんな話あった？何？いやだからほら何それ、カーチャさん、婚活の話になれるっていう、あ、まあ、そ, それですか、あ、ほらほら、サリーさん、水越さん、いいこと言った、カイリさんと結婚したら幸せだろうな、本当そう思いますよ、男から見てもそう思いますよ、婚活ですか、あ、そうなのね、日本人は日本の四季で食べよう、成人病なんてなくなるよ、本当にありがとうな情報、ゆっくり講演会してって、西原さん、ありがとう、僕も本当そう思います、ありがとうございます、しゅうせいさん、ピヨちゃんは本当に素敵な嫁&母になると思います、ありがとうございます、そう思ってるよね、うん、コワッチ、なるほど、飽食の時代の副作用がいろんなところに出てきてるのね、そうです、ね、そうです、うん、あ、土日ならおすすめの方も行けますねって、あね、そうですね、サッチありがとう、ありがとうございます、このみちゃん、カイさん、変な話が口癖なのね、今日いっぱい聞かせていただきました、可愛らしい声と話し方ですね、ありがとうございます、変な話、なるほどね、確かに、あ、今日ね、ごめんね、健康美のサロン、はい、ビューティーハウス、B、そうです、ごめんなさい、はい、B でした、はい、あ、バナナいいんだよね、そう、おやつにはお芋とかね、まだ夕食食べてない、彼がジム行ってるので私は運動しなくて夕食が遅くなるってよくないよねってハコちゃん言ってますよ今、あ、そうです ね, ね、もう時間が、まあ、できるだけちょっと 早めにね、はい、食べて、早めがいいと思います、ね、はい、ということでね、もうすごいですよ、もう1時40分、あ、すごいすごいんですけど、あっという間でしょ、早いですね、言ってください、あっという間だって、あっという間です、ほら、もうだってびっくりしました、ドキ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 、もう1時40分ですよ、ね、すいません、本当だということでね、もうね、まだいっぱい話聞きたい、で、その方ははい、はい、これですね、7月10日のクッキーワークショップ、はい、そして7月11日12日大人の食育セミナー、はい、こちらにですね、ぜひお出かけください。渋谷のダブルトールカフェ2階でやっておりますんでね。よろしくお願いします。午後の2時から5時までやっておりますんで、ぜひ皆さん、この里部屋さんに会いに来てください。ありがとうございます。ね、そして、今のようなお話をね、はい、何でも質問していいですからね。はい。ぜひね。いいです。はい、来てください。はい、今頑張ってます。ありがとうございます。で、この里部屋のために今日はね、その、キャッチアウェイを、はい、ここで歌わせていただきます。やったやった、ありがとうございます、里ぴよさんのために嬉しいです、わーい、これは僕はね33歳の時に作った曲ですよね、はい、キャッチアウェイ、1番はね、とにかくそのつまずいても立ち上がろうと、うん、ね、はい、もうときめいて夢を追っかけようよ、うん、世界へ飛び出そうっていう、で2番は辛いことがあってもね、憎んだりしちゃダメだよ、うん、この地球をね、愛で、うん、気持ちで包もうよ、うん、いう歌を歌ってます、いい歌じゃないですか自分で言ってますけどね、キャッチャーを聞いてください、どこどこに
コーラスうまいなありがとうございました。ありがとうございます。あ、生田さやちゃんのコーラス素敵ってね、清音も、うん、コーラスうまい、最高でしたよコーラス。ありがとうございます。ね、ほんとありがとう。サリちゃん生歌きた、手拍子が正確。今日はね、カーチャさんもよく知ってるから、もうカーチャさん、ね、タンバリンで やってもらいたかった今日ね。サイドタイバー、サイドタンバリン、ギドタンバリン。いいね。水越さんの生歌きたってね、箱崎さんもありがとうございました。本当にね、皆さん聞いていただきまして。いや、お付き合いいただきましてね、本当にありがとうございます。あ、カイさんの声素敵って。ありがとうございます。僕もちょっとね、今、走り、ちょっと走っちゃってね、あと息続かなくなりましたけどもね、本当、ありがとうございました。トリムさんもね、ありがとうございます。今日ね、本当ね、いろんな話が来てよかったよ、カイさんね。ありがとうございます。うん、よかったよかった。はい、ぜひね、また見られなかった方に、アーカイブをね、ぜひ見せてあげて、ね、はい、ありがとうございます。ね、で、今日は、先ほども、最初に言いましたけどもね、愛のツイート大賞。はい、クッキー、ね、このクッキーこのクッキーと、スカイプの、はい、無料スカイプの無料コンサル、これね、はい、プレゼント2名の方にね、はい、させていただきますので、発送を持って返させていただきますので、皆さんね、楽しみにドキドキ、欲しい、欲しいがね、ドキがムネムネしながらねお待ちいただきたいと思いますけどもね。はい、ありがとうございます。西原さん、素敵、聞けた、私も元バンドやってた、入れてちょっと言ってます。さようこさん、ありがとうございます。嬉しいですね、本当そう言っていただけるとね。秋頃にね、またあのメテガスバンドライブを考えてますんでね、はい、すごい、まあ、その時はね、いろいろね、今ねちょっとアイデアが出てきてね、ちょうど今メテガスバンドで出版を控えてる人がね、僕を含めて何人かいるんだけどね、うん、その人たち一緒にね、その出版パーティーも兼ねて、はい、でメディカスバンドのライブと、あとその時ゲストとしてね、渡辺香織さんとか、うん、鈴木雄大さんなんかもね、うん、出ていただいたら嬉しいなと、もうね、もう今妄想しちゃってますけどもね。あ、サッチにも歌ってもらいたいね。あ、そうですね、サッチさんには歌ってもらいたい。あとね、キャプテン、そうですね、キャプテン外せないでしょ、外せないですね、歌う人がいっぱいいて、はい、本当にね、嬉しい悲鳴ですよね。あ、今度は渋谷公開でもどうでもってね、いいですね。あ、そうそう、変わったんだよね。そうなんですね。ゆきゆくはやっぱ武道館、ゆきゆくはね、武道館、そして東京ドーム、ね、東京ドームもうどんどん夢が叶うメディカスですから ね、 ね、はい、本当ありがとうございますね、たくさんの人もね、書き込みで、今日もね、これ書き込みがあるから盛り上がる。そうです。ね、いつもこれ甲斐さん書いてるから。そう、だから盛り上がるんですよ。私無意識なんですよ、全部。無意識で言ってますか。はい。ね、そこまで来たら本当にメディカス、もう本当にファミリーのね、第一人者ですよ。ありがとうございます。ということで、あ、そう、それでね、はい、メディカス、まあ、どんどん夢が叶うメディカスですから、夢が叶う。はい。はい、ということで、これからの甲斐さんの夢？夢ですか、うん、まあ、人生の、まあ、大きな私目標があって、それは人をすごく癒す、自分が癒すことで、うん、なので食であったり、まあ、言葉だったり、私の、まあ、このほんわかしたのがいいって言ってくれる人もなんかありがたいんですけど、うん、なんかそういう形で何かお役立ちができれば、人にお役立ちができればいいかなと思います。できますでしょう、できますよ。それとあと、まあ、前にも、あ、今回話をしたんですけど、塾層のそのシステムのチームを一回作ってたんですけど、結局私とかその看護師さんが退社してしまったので、もうそのチームが終わってしまったんですけど、沖縄にあの皮膚科のドクターがいて、あの知り合いのドクターがいて、彼女が開業すれば、うん、そういうシステムのチームを作ろうかなと思っていて。渋谷、沖縄、あ、ごめん、全然聞いてない、沖縄で、ごめんごめん、沖縄ね、うん、そうなんだ。そういうのも、まあ、視野には入れようかなと思っています。いいじゃないですか、はい、ね、具体的にさ、ね、夢をやっぱり
こうかん、ね、夢を思って語っていく、はいね、これ大切ですよ、はいはい、ということでね、素敵な夢も聞けましたということで、はい、最後は分かってますね、はい出たよ、ついに来たこの時がメディカルスポーズ、ねカメラ向こうですからね。じゃあ見てる皆さんも、はい、ぜひ、お付き合いいただきたいと思います、はい、開運メディカルスポーズでございます、はい、これメディカルスポーズやったら夢必ず叶いますから、ね、はい、はい、ありがとうございます。練習必要ないですか一応やりますか練習ね、練習します。はい、いきますよ。火曜の夜を楽しむにはメディカツってこれ止まるね。逆逆こっちです。あ、いつもみんながやってるからね。反対こっちですから。わかりました。面白いね。反対になっちゃって、なんちゃなっちゃった、はい、じゃあいきますよ、はい、火曜の夜を楽しむにはメディカツ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 。ありがとう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。いや本当に母さんありがとうね。こちらこそありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ね、あ、サリーさんの宣伝、明日夜7時半からのハッピーゲストは右手親指1センチ左手、あ、なになに、左手親、え、左手親指数ミリしか動かないにもかかわらず、ウェブ制作会社の社長としてバリバリ活動していらっしゃる佐藤専務さんか名前ですということでね、あ、これはねぜひ必見ですね。ですね。サリーちゃん宣伝ありがとう、ね、ぜひ皆さん明日ハッピーエイク、何時からだっけ、はい、7時半からね、19時半からぜひハッピーエイク見てください。あ、ね、メディカルスポーツみんな待っててくれて本当嬉しいね。あ、今日ね投稿してくれた方でもね、これから出演予定の方いらっしゃるんですよ。三浦さんもそうだし、はいはい、あと鳥海先生も出てくださるんですよ、本当、はい、ね、楽しみにしてますんでね、うん、ありがとうございます。ということで、なんか言い残したことありますか、なんかこれ言っときたいっていう、 これいや大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい、ということで、メディカスね、はい、また、次回はですね、次回ちょっと待って、ですね、次回はですね、7月、今日が24日だから、来週は7月1日、あ、1日だ、ごめん、1日、あ、いやいや、来週も人、あ、来週はですね、出版される方がね、ちょっとお一人出られますけども、その次の週はですね、あ、三浦さんなんですよ、はい、三浦さん、はい、その次の次が、鳥海さんになってますよね、うん、で8月はなんと、8月5日はですね、川内区のハッピーデイズカフェから、花火を見ながらお届けしたいと思います、ね、皆さん、まあ、いろいろとね、予定がありますけどもね、楽しんで見ていただきたいと思います、うん、はい、あ、実蔵さん、佐々木さん、水越さん、今日は素敵な時間ありがとうございました。ライブで視聴できてよかった、ありがとうございます。カネコお疲れ様でした、ね、あ、ありがとうございます。過去最長放送記録すごい長いです、ね、最長はね、多分北原さんの2時間半だと思いますけどね。神戸さん、オイラも無意識でツイートしてるよ、出たメモポーズということで、ありがとうございます。鳥海さん、楽しかった、ありがとうございます。ということで、次回ね、また来週火曜日やりますのでね、どうぞ楽しみに、待っててください。それでは皆さん、素敵な、あ、メディカスポーツ やったよね、やりました、やりました、素敵な1週間をお過ごしください。それでは皆さん、さよならはい、さよなら。あ、ちょっと待って、その前に、はい、一応最後ね、せっかく今日来てくれてたんで、カーチさんね、最後にカーチさん、今日どうもありがとう。はい、どうもありがとうございます、はい、なんか言うことありますか。妹をよろしくありがとうございます。はい、ありがとう、カーチさん、ありがとう。あ、カーチさんがくれたこれね、ありがとうございます。花輪どうもありがとう、すごいです、ありがとうございます、はい、ということで、メディカツ終わりたいと思います。それでは素敵な1週間をお過ごしください。それでは皆さん、さよなら。さよなら。